します。皆さん資料持ってますか？持ってますね。じゃあ、始めます。今回レクチャーはアドバンスのジャッジということで、まあ、目標は、ビピノービスで、チェアをやってラウンドジャッジしてディスカッションして、リーズン言うっていう、その、チェアの中でできるようになるくらいの感じでいきたいと思います。で、今回話したいのは、この目次のところ見てもらって分かると思うんですけど、軽くルールを触れた後で、そのジャッジとしての、ジャッジとしてどういうふうに、一人自分が DT ローの注目を置くときにどういうふうに評価するのかっていうのを見た後に、どうディスカッションを回すかっていうのを見て、最後に軽くスコアをどうつけるかっていう話をしたいと思います。で、このジャッジのレクチャーっていうのは、このディベーターのレクチャーと違って、この申し上げてみてとかは言えないので、なんか結構一方的になってしまうことが多いと思うので、なんか質問があったら各自になんかしたいときに手を挙げて言ってもらったら、全然インタラクティブできると思うので、ぜひぜひしてください。はい、じゃあ行きたいと思います。まずリピノーズのルールを違って最初に1個目見とくと、当たり前だけど DT スタイルで、スピーチ7分でポイントから6分で、そこのあるように7分10秒で、ペンを置いてください。これはそのディベーターが7分しか喋れないのに、7分半まで人は喋れて、人は7分しか喋れなかったら、それは若干不公平なので、ある程度一定の基準を持ってスピーチをやめてほしいので、7分10秒でペンを置いてください。で、7分15秒以降話したときは、限定要素するっていう形のサンクションを設けて、ある程度スピーチの一定の時間にしたいと思うので、そういう感じのルールでお願いします。はい、じゃあこれ終わった後で、じゃあどういうふうにジャッジしていくかっていうところを見ていきたいと思います。その2のルールズオブエデュケーションのところなんですけど、その3つのレベルを持って見ていきたいと思います。1つ目に、まずジャッジってその BP とかに関わらず、ジャッジをするにあたって注意点、どういうふうにラウンドを見るのか、これは BP とかに関わらず、いろんなラウンドでどういうふうに見るのかって話を見た後で、じゃあその各チームをどう評価していくのか、その比べる前にまず各チームのコントリビューションとか、そういう評価っていうのをどうしていくのかっていうのを見た後で、次にじゃあその評価した上でそれをどう比べて、何か1位か2位かどうだったかって話を見ていきたいと思います。で、まず Basic Rules of Adjudication のところなんですけど、ジャッジが何するのかっていうのは、書いてある通りで、ディベートのフローを取って、中身を随時ディシジョンを出してディスカッションして、ディシジョンを出してディベーターに伝えるっていうのが主なことだと思うんですけど、で、そのディシジョンを出す時の注意点っていうのを何点か挙げてみました。まず一つ目に、ラウンドを見るときに、ARP っていうか、そのアベレージリーズナブルパーソンとして見てください。これはバイアスがなくて、特定の知識がないっていう、特定 の、 その専門的な知識がないっていうことです。なので、例えば個人的に結構ガバだから、ちょっとガバの議論好きだなって言ってガバを取るとかはバイアスだし、例えば俺はこの人と学校でこの分野専門にしてるんだけど、その知識によって結構違うんだよねって話を解任させたら、それはそのジャッジの解任として、そのジャッジだったからそのディシジョンになったってことになるので、そういう解任の仕方はやめてください。で、どういう知識を持っていいのかっていうと、それはその新聞とかで報道されてるぐらいの一般的な知識ならいいです。例えば OG がノースコリアはデモクラシーだっていう風に言って、めっちゃその病院についてアルメントした時だったら、さすがにそれはないでしょっていうのは分かる。新聞とかでそれが報道されてるからそれが分かるけれども、その専門的に大学で学ぶような話を持って、なんかこれは違うっていう風に言うのは会議なので、それはやめてください。その一般的な人としてジャッジをしてください。2つ目に、論理的にジャッジをしてください。つまり、この人英語がすごかったからこのチームにチーフかじゃなくて、どう議論が噛み合っているのかっていうところとかを見てジャッジしてください。なので、その例えばジャッジとかで言う時に、ちょっとその議論を考慮しませんでしたっていう人がいるんですけど、その時もなんで考慮しなかったのかっていうことを含めて説明してください。それはなんかそのアサーティブだったとか、他の議論に比べてアサーティブだったとか、説明が足りなかったとか、こういうところが足りなかったっていうふうにした上で、この石は考慮しませんでしたっていうふうには
一言言うんじゃなくて、なんでゴールしなかったのかってことまで言うと、多分ディベーターとかにも説得できるかと思います。で、次に包括的に全体的にジャッジをしてください。つまりその1個の石、プロブレムがあるかないかというと、OG、こういうふうに OG っていうふうに言うんじゃなくて、包括的に全部の石を見てジャッジしてください。なので、例えば OG と CO を比べるときに、このプロブレムを OG が取ってるから、まあ、OG が1位だよねっていうふうに言うと、ディベーターとかは、じゃあ他の石はどうしたのっていうふうに思うと思うので、その包括全部の石を見てください。それともアーギュメントがどれくらい強かったかっていうのも、他のディフュートとかとも考慮した上で、全部を考慮して、ジャッジっていうのをしてください。で、最後に、スペシフィックしてください。Be specific ってところなんですけど、つまりその、ディシジョンを出した時のリーズン、なんでそのディシジョンになったのかという説明をするときに、具体的なリーズンフォーディシジョンを言ってください。まあ、これはその、ディシジョンが結構フォーカス的になりやすいっていうことと、ディベートを説得しやすいってことなんですけど、例えばよくあるのが、この議論がパースウェイスだったのでっていうふうに言われても、何そのパースウェイスってっていうのは、ディベートは思うと思うので、どういう点で説得的だったのかっていうところとして、リーズンが深かったとかであったりとか、メカニズムが焦点示されてるとかであったりとか、あと、まあ、たまによくディベートとして見てて、あるのが、王子と王からプリンシプルが提示されていたので、退治したって、なんか急にプリンシプルだけすごい、その、ディシジョン出すのがすごい早い時があるんですけど、その退な時も、なんで退なのかとか、なんで差をつけられないのか。っていうところまで具体的に話してください。王子からプリンシプルで王国プリンシプルが出てたから退治したっていうのはそれはおかしいと思うので、どれくらい議論が深まっててこういう点で見つかるようになっていたっていうところであったりとかっていうのを具体的に見てください。なのでこういうふうに言うためにはラウンド中にフローをできるだけその言った通りにそのフローにとっておくことが重要になります。つまりその英語の単語とかを自分で介入して変えるんじゃなくて、言った通りの単語をなるべく正確にフローに取るっていうことをやると、君が言ってるのはこういうことだよねって言ってやっちゃうと、まあ、ディベートも説得されやすいと思うので、それはどういうふうに言ってたのかっていうのをそのままの一周で見てください。はい、なので、まあ、包括的に論理的に具体的にやっていただけたら、まあ、これリーディングに関わらずいいのかなと思います。はい、何かこの点で質問ありますか。なんかリーズンフォーディシジョンって結構手短に済まさなきゃいけない時ってあると思うんですけど、その考慮しなかったイシューっていうのは聞かれなくてもリーズンフォーディシジョンの時に全てのアナリシスの考慮しなかった点っていうのを説明する必要があるんですか。多分それはそのアナリシスにもよると思うんですけど、例えばそのなんか一言言ったこととかが言われて取ってなかったとかっていうのはさすがにいいかもしれないですけど、例えばそのアーギュメントとしては例えばなんか DLO がサーバーアーギュメントの最後の30秒ぐらいで言った話とかは、まあ、大概的に言ったのはこういう話で、まあ、DL のサーバーのことは分からなくはないんだけども、説明があまりにも出なくて、どういうふうにポリシーで書くか分からなかったっていう点を際に加えると、他の人に比べてあまり重視するべきではないので、この人っていうのはそんなに考慮してませんっていうぐらいで触れたらいいので、例えばその、O がなんか、なんだろう、There is no workability って一言だけ言って、リーズがなかったりとしたら、その一言とかは別に拾わなくても、全然いいので、なんか言おうとしてたこと、伝えようとしてることで、なんかこれは言った方が、多分なんかディベーターもこれ取ってほしかったんだろうなっていうところとかっていうのはある程度、それはケースバイケースになると思うんですけど、そういうところとかを、ある程度のところを言おうとしてたこととかに関しては、言った方が、まあ、ディベーターが絶対伝えやすいっていうのもあると思うので、その場合は結構ケースバイケースだと思うんですけど、一応には言えないんですけど、まあ、なるべく具体的にした方がいいっていうぐらい。じゃあ DP としてどうジャッジしていくかって話に移りたいと思います。その How to evaluate teams っていうところ、 B のところで DP が得意なのは4チームがいるっていうことなんですけど、そのまずチームをどう評価していくかってことを見ていきたいと思うんですけど、そのチームの評価っていうのはそのよくやれるコントリビューションっていうので評価されます。この議論で貢献していたとかよくジャッジが言うと思うんですけど、なんかよくコントリビューション使われるので、なんかどういう何がコントリビューションなのかっていうと、側だったらなんでこのポリシーを取るべきなのか、もしくは取らないべきなのか、あと取った方がいいのかっていう証明の貢献と、ここだったらなんでこの地を取らないといい
取らないべきなのか、取らない方がいいのかっていうことの証明への貢献っていうのが、まあ、いわゆるコントリビューションっていうのになります。なので、なので例えばアーギュメントを聞いても、なんでこのポリシーでそんなことが起こるんだろうってことが分からなかったら、それはコントリビューションとしては低くなるってことになるので、なんでこのポリシーを取るべきなのか、取らないべきなのかっていう話をよりした方が、それは貢献になると思います。で、そのコントリビューションの中身ってのは何なのかっていうと、まあ、その全部コントリビューションになります。その全部言った話で、そのモーションの肯定性につながるものはコントリビューションになります。例えばコンテキストであったり、アーギュメントであったり、リピーターレプレイポリだったり、それは全部この貢献ってことになるので、ディベーターがラウンドの中で言ったことは全部貢献なので、それは全部一応取ってください。でもそれがモーションの肯定性につながる必要はあります。例えばコンテキストがこれですって言っても、だからなんだよっていうコンテキストもあると思うので、例えばなんかコンテキストが、例えばアメリカで人種差別がひどいよねっていうことで、そのプログラムをそのエンハンスする形であったりとか、コンテキストがシリアにあって、結構現状でそのオプレッションがひどいっていう話であったりとか、コンフリクトがひどいっていう話であったりっていう形で、そのコンテキストがあるってことが、だからこそプログラムが大きいからモーションを取るべきだっていう形で、そのコンテキストを言うにあっても、それがモーションを肯定してる、あるいは否定してるっていう形の手の提示っていうのがある程度重要なので、ここは気をつけてください。はい。コントリビューションについて何かありますか？はい。じゃあその DP と PU として、まあ、このコントリビューションとかその議論の貢献っていうのはあるけど、他のディベートとかでもまあある程度使える概念だとは思うんですけど、特にその DP だとクロージングとしてなんかその縦の評価がそのオープニングクロージングっていうそのなんかガバを取って横のやつじゃなくて、オープニングクロージングって縦の入ってくる以上、じゃあクロージングっていうのはどう評価したらいいんだろうってことがある程度あるんですけど、エクステンションだけその貢献っていう人もいるんですけど、ある程度ウィップが喋ったことも一応コントリビューションなので、それは踏まえてください。それはまあメンバー7分でウィップは7分なのに、まあ、メンバーエクステンションすごかったよねこれ、ウィップは、そうだね言われるとなんかウィップも俺7分喋ったんだけどってなるし、なんかウィップもあるけどそれは必要だからこそあるので、それはウィップが言ったことも貢献になります。確かにそのウィップができることっていうのはすごい限られてます。その書いてあるようにそのリズムを付け加えたり、例えば急にハームがあるよってアーギュメントを立てたりとかっていうことはできないんですけど、ある程度そのあっちのアーギュメントをリフュートすることであったり、ある程度そのイラストとかでハームのが起こりやすいって話を付け加えるだったりっていう感じでイラストすることで、結構そっちの方がライクリーに起こるなっていうふうに思わせることっていうことは全然できるので、そういうところの評価も実際してください。なのでそのエクステンションが、例えばなんか CG と CO でエクステンションが同じぐらいだったんだけども、ウィップとかで結構リフュートとか、その結構イラストを増して結構ハームの方が起こる確率が大きいよねって話をしていたので、まあ、CO の方が評価できるなっていうところとかっていう形で、必ずしもエクステンションだけではなくて、ウィップが何になったかってことも同じぐらいの評価に値するので、そういうふうに各チームも評価していってください。はい、何か質問ありますか？クローディングの評価とかコントリビューションとかで、大丈夫ですか？では、今その、どう各チームを評価するかって言ったんですけど、じゃあ、結構重要な、じゃあその評価したチームをどう比べて、どういう市場に持っていくのかっていう話にしたいと思います。で、まあ、簡単に言うと、まあ、コンパラティブに、ホリスティックに見てくださいって、まあ、よく言われるんですけど、よくまあ、どういうふうにじゃあしたいんですか、まあ、ケースバイケースなんだけど、まあ、総合的に考慮してくださいみたいな感じでよく言われると思うんですけど、じゃあそれが具体的にまあどういうコンパラティブっていうのはどういうふうな意味を持っているのかっていうところを見ると、 DP とかではよくその観点としてまたマナーロールフルティブテクニカリティっていうその観点、4つの観点を4つの尺度を持ってそのコントリビューションっていうのを比べるってことになるの
さらに評価したコントリビューションをマターとかマナーとかロールフルフメントであったりテクニカリティという尺度で評価していって、その評価をまた総合的に見てこっちの方が上っていう形で見るっていう風なことになります。でその尺度っていうのは何なのっていうと、またつまりリーズニングであったりエグザンプル、レレバンシー、ユニークネスとかで、まあ、コンテンツに近いものいったコンテンツに近いものがまたあって、まあ、なったのはそのコンテンツをどうエフェクティブに伝えたかっていうことで、ストラクチャーであったりボイランゲージだったりってこと、あとはパッケージとしてっていうこともあります。あるいはロールフルフメントっていう意味で、まあロールがしっかり果たしているか、ウィップがまとめているかであったり、エクステンションがメンバーから出てきたかってことであったり、まあ、テクニカリティっていうのはさっきも言ったその縦の要素が入ってくるので、その部分を考慮するっていうことになります。その4つをコンパラティブに見るっていうことになります。じゃあその4つのメジャーっていうのはどういうことなのかっていうのをこれから具体的に見ていきたいと思います。じゃあまずマターっていうのは結構その他のスタイルと同じ要領で、どれくらい深い分析でどれくらい深くこのモーションを肯定する、モーションを否定できているかっていう分析を見てください。その場合にそのリーズニングだけじゃなくてユニークネスとかっていうこととか、モーションへのレレバンシー、モーションをどれくらい肯定しているのかとかも重要になります。例えばモーションの肯定している面で非常に強い貢献であれば、それは勝つことがあります。つまりその同じなんか石の中だったからエクステンションがないってことではなくて、同じ石の中であってもより深い分析であったらそっちの方が勝つ可能性っていうのもあります。例えば闘牛を禁止するっていうモーションとかで、なんか王子が Animal Life is Important って言って、王が Human Life is Important って言って、うんってなってる時に、まあ、CG がその Animal Life とその Human Life の間には、まあ、確かにどっちも認めるべきなんだけども線引きっていうのができて、ある程度のラインを超えることはできない、 Animal Life のプロジェクトされるべきであって、でその範囲にブルーカルとか入ってるって話をすれば、結構そのアニマルライトとかヒューマンライトとかっていうジェネリックなそのオープニングがあった中で、クロージングが、まあ、このブルファイトがスペシフィックに悪いし、線引きっていうことをすることで、じゃあブルファイトはどっちを優先するべきなのかっていうデッドロックをある程度解消したっていうことにもなるので、そのマターっていうのはエクステンションとして同じ中であったとしてもかなり強く評価することっていうのができます。
なので同じ石の中だからといってエクステンションがないとかではなくて、そのエクステンションは中央強化されることもできます。なのでそのマターペアもリーズニングとかだけじゃなくて、リーズニングもそうなんですけど、レレバンシーであったりユニークネスであったりってことを総合的に考慮してみてください。なのでそのなのでその逆にユニークネスがあったとしても、ユニークになんとかなんとか聞くことだけ言ってたことで、それが深まってなかった時にオープニングが他のアーギュメントですごい深まった時とかもあると思うので、その時はリーズニングって観点も入ってくるんですけど、なのでそのいろんな要素っていうのがマターっていう意味でも入ってくるので、それはいろいろな角度で評価してみてください。またに関して何か質問ありますか？大丈夫ですか？はい、じゃあマナーに移りたいと思います。じゃあマナーとしてアーギュメントを評価する話なんですけど、まあ、これも他のまあ ACM とか NA とかとも一緒で、どれくらい効果的に伝えられていたのかということになります。で、なんかその英語は綺麗だからっていう話ではなくて、そういう英語のワードを持たせることでそのアーグメントが強くなるっていう意味でのマナーなので、英語は綺麗だったからマナーが上ってことではなくて、そのマナーがどうそのアーグメントを強くサポートしているのか、もしくはサイドをサポートしているのかってことを見た上で評価してみてください。例えばスペシフィックなワードチョイスをすることで、例えばその OG がハームハームって言ったんですけど、 CG がなんか suffer from mental pain であったり suffer from diseases であったり、より具体的に話すことでこういうプログラムがスペシフィックになって、より具体性を持ったシビアなプログラムになるっていう意味でモーションを肯定するになったりもします。あるいはパッケージをすることによって、このディベートのクラッシュというのがこれとこれ VS これで一番重要なのはここだったよねっていう形で見せることで、エクステンションの位置っていうのを非常に強く見ていくことができるっていう意味で、そのパッケージとして自分たちのサイドっていうのを優位に見せることができる、もしくはアーギュメントの強さっていうのを見せることができるってこともある程度評価対象にはなるので、そういう意味でマナーっていうのもある程度考慮してみてください。何か質問ありますか？さあ、もうなんでどうぞ。ワードチョイスとかパッケージングとかってエクステンションになるのって、なんていうか、そのメンバーがオープニングのウィップ的な感じでメインっていうのを全部つなげた場合、それはそのエクステンションで取り入れるんですか？内容は全部オープニングからだったけども、はい、それをメンバーが埋め込んで、そのオープニングがその内容を出したけども全部つながってないっていうことがどういう状況なのかっていうのが、結構どれくらいあるんだろうっていうのは分からないんですけど、ある程度そのなんかつなげてパッケージすることで、それがどうそのサイドをサポートしてる人なのかとか、なんかサマリーするだけだったら別にガバの価値をサポートしてなくて、そのどういう何ではないの、なんかこのディベートのクラッシュが何かや何でっていう形で見せることで、相手のアーギュメントを下に下げるであったり、例えば相手のアーギュメントがイレバントであるって話とか、相手のアーギュメントがクラッシュのコアにはないっていう話であったりとかっていう形で、そのパッケージがどういう貢献をしてるかってことを見ることで、確かにそのパッケージもだからエクステンションにはなります。答えとしてはパッケージであったりすることがエクステンションになりうるんですけど、そのエクステンションっていうのがつまりそれが貢献してるかどうかっていうのが重要になってくる。それがもうある程度 OG で分かってたのに、 CG がやっても別にそれはまあ OG で来たよねみたいな感じになるので、それ OG でどれくらい分かんなかったかって話とか、 CG のそのまとめ方がどういうふうに良かったのかってことに関わってくると思います。じゃあ勝ち運ですかね、クロージングがそれでオープニングに、まあ、オープニングがまあよっぽどの場合でなんか言ってはいるけど何の話なんだろうと思って、まだクロージングがパカパカパカとこうお前が飛び込んで、ああなるほど、だからモーションに貢献してるのかってなってます。それその王子が言ってることはそれは分かんなかったってこと。そうです。だからそれは王子のアーギュメントはそれはなかったってこと。ああ、そうですね。アナリストされてるけどそれが何なのかさっぱり分からんって。アナリストされてるけどそれがさっぱり分からんって状況。状況として結構まあ、はい、まず一にかなり。マナーの話でマナーはどのぐらいラウンドに貢献するのか。あ、そのマナーもその他と一緒ぐらいだから、そのマターとして。またの部分、マナーの部分もロール部分も展開という部分も同じぐらいに関わってくるので、それマナーが良かったとしてもマターが全然それはなんか全部王子だっていう意味で
王子と比べたら、まあ、勝ってんだ王子の方がすごい上に来る、うん、ってこととかとも考慮しつつ、うん、比べるってことにはなります、うん、でもまあ王子でそんなに分からないのかっていうことは若干、うん、まあまあまあ、あるかあるかもしれないけども、もしあったらそれは他とも一緒ぐらいの場合で見ていただけたらいいです。あ、でもいいです。結構 MG が MG がいいこと言ってるんですけれども、そのエクステンションがそのブランドの中でどういうふうに貢献してるのかっていうのが、まあ、示すのが VIP だと思うんですけど、その VIP 側が機能しなかった時にその MG のエクステンションをどう取るのか、それが逆にジャッジが考えてここに当てはめてディシジョンするとそれは介入になってしまうのか、結構 BPW だと1年生が有利なのでそういうところが分かりにくいことがよくあるのかなって、去年出てそういう感じがしたんですけど、あ、多分それは多分次のロールフルフィーメントのところで、はい、いやいや全然いい、だからそこで多分渡って多分もう一回答えるかもしれないと思うので、はい、そこでいいですか。はい、何かありますか。はい、大丈夫でしょうか。はい、じゃあ次にロールフルフィーメントに移りたいと思います。で、ロールフルフィーメントなんですけど、その2年の各チームスピーカーが果たすべきアーカイブを果たしているかっていう話です。つまりまあエグザンプルで言えば、それは PM がセットアップして、スタンスを示して、アギュメントを言って、まあ、LO はリフューとして、そのエクスプレインして、アギュメントを、MG がまあリフューとしてエクステンションを出して、VIP がリフューとしてサマリーして、エクステンションをして、最後のユースを示して、まあ、アドバンスになったら大体分かっていると思うんですけど、っていうロールを果たしているかっていう話がロールフルフィーメントです。で、これを評価するときに注意するのは、じゃそれがどう貢献度を下げているのか。話につなげてください。よくそのなんか CG と CO の差は、CO と OG の差は、まあ、WIP がまとめてなかったからねっていうことがあるんですけど、その WIP がまとめてないってことがどうその貢献度を下げているのかっていう話までしっかり言ってから、例えば WIP がまとめてないから、さっきその議論がエクセンションの中で17巻見せきれてないからこそチームの中での貢献度を示せないっていう形 になります。あるいは例えば LO と DAO だったら、例えば LO が言ったアーギュメントがある程度まあディプティがリンクされてて、 DLO が全く何もアーギュメントにを触れずに自分のサードアーギュメントだけでその人に喋ってるみたいな状況とかとかは、主要に出したはずの LO のアーギュメントがを守らずにっていう形にはなるので、そういう形でまあロールフルメントを果たしているのかどうかっていうのをが誰がどう議論に貢献してるかっていうことになります。なのでロールが悪いからっていう意味でからっていう理由だけでチーム全体を下げるんではなくて、いろいろ悪いことがどうその影響してるのかっていうことを考慮してください。これが何でいいのかっていうと、一つ目には相対的な評価しやすい、その他の一周と一緒ぐらいに相対的に評価することができる。あと二つ目にはディベートアナウンスしやすいっていうことがあると思うので、そのロールっていうのもそういうふうに貢献考慮してください。で、さっきあったその質問として、そのウィップがそのまとめてなかったときにどうするんだって話に関しては、こことかでその他の交流者と一緒ぐらいの要素になります。なので例えば OG とかが議論がどこにあるのかって話をある程度正確に示した上でまたも結構言ってるって中で、 CG がまたとして同じぐらいだったり他の点では一緒だったりするんですけど、 WIP がまとめてないからこそ、まあ、同じぐらいの重要性もっとまたなんですけど、それが議論の中でどう位置づけてるかわからないから若干下げることになるっていう形で、そういう形でそう他と一緒に評価するになるかと思います。はい。何かありますか？ロール。どうぞどうぞ。クロージングでそのさっき言ってたリップがまとめてなかったらちょっと貢献のダメって言ってたんですけど、じゃあそのメンバーの時点である程度まとめっぽいことを言ってて、その際何ですか？クロージング CG 自体ではそのどういうエクステンションかっていうのが分かれば、それはその関係ないんですか？そこでなんかある程度メンバーである程度その議論がどこに位置づけられてて、どれくらいの深さを持っててっていう形で位置づけられていれば、その
そこのエキステンションの位置を見せるっていう意味での WIP の評価っていう点ではそんなにその議論の説得性は下げないですけど、例えばその WIP が例えば他の面例えばリフィートとかで相手をリフィートしきれてないって話であったりとかっていうことになると、それはその点で WIP のロールとして問題になるっていうことで、その相手を潰してないっていう以上その議論としてこっちのサイドの優位性を示しきれてないってなるので、そういう意味で多分メンバーとの兼ね合いになるとは確かだと思います。そのメンバーがどれくらい入れたかってことと、WIP がどれくらいできるかってこと、どれくらいしたかってことは結構チームとして一緒にいる話なのでっていう形の評価だと思います。ことは WIP があんままとめれてなくてもメンバーである程度まとめれてたら、そのあと WIP がちゃんと理由を伸ばしたらそのロールフルフィメント的にはいいってことですか。その WIP がまとめてるっていうのはそのどういう意味でまとめてるかって話、それはエキステンションの位置としてっていう話は分かるんですけど、そのまとめてもそれはなんか他のオフから出てきたいろんな議論とかもまとめてるって話にもなると思うので、一概にエキステンションの位置が分かったからといってメンバーからそれぞれの WIP が全く考慮されないってことではなくて、他の議論ともまとめつつ、他の議論とまとめつつ、その他の議論が相対的にいいかって話とか、この議論をちゃんと拾えてるかって話っていうのは、やはりそれは議論全体としてガバがかかってるかどうかっていう話にはつながってくると思うので、ある程度まとめてるってことも、そこではある程度必要になってきます。何か質問ありますか？大丈夫でしょうか？じゃあ次に最後のテクニカリティって話に入ります。で、さっき前に言ったように、その BP の特殊性っていうのは、そのガバトープが言うだけじゃなくて、オープニングとクロージングも言うっていう、その縦 その評価っていうのが入ってくるのが、まあ、一番難しくて、横の評価だったら、オージトーだったら、ある程度、まあ、比べやすいと思うんですけど、縦が入ってくると、どうしても比べにくいっていう時とかに、重要になってくるのがテクニカリティっていう、その考慮要素で、4チームに存在するから、例えば、オージーと CO っていうのを見たときに、まあ、王子の PM ができるなんて4人にリミットされる、バンバンリミットされる機会っていうのがあるのに、仕様のエクステンションっていうのはそのガバリットにしか反応されない時であったり、その仕様に話しても王子も俺リフィートできるのにって時とかになんかリフィートできないっていうところもあるけども、仕様なんかいやいやって言いたい放題7分あるじゃ俺らっていう感じなので、そういう点ではそのリフィートできる機会があるかどうかっていう点で縦が入ってくると問題なので、その点でチームが貢献できることをしたかっていうことが問題になってきます。それがどういうことかっていうと、次に述べているところなんですが、エグザンプルのところなんですけど、今のその CO と OG の話、 CO はエフィト放題だけども OG がリフィートできないときに、じゃどういうふうにその普通の議論を考慮するかっていうと、あるいはその CO が例えばその時に CO が OG から声を取ったりとかってことをしていれば、それある程度その差っていうのをミニマイズするように努力をしていて、OG からもリフィートされる機会っていうのも結構頻繁に与えていることになるので、MO とか、MO とかがそのエクステンションを止めている時とかにその OG が取ったりとかしてリフィートできるようにするとか、リフィートしている時とかに OG から取ってリフィートしきる機会を与えるって話があったりとかっていう形で、そのどれくらい声を取ってるかって話とかにもなります。あるいは例えば OG の段階で CO から声を取ることで、ある程度 CO の議論っていうのを前に持ってくることで、自分たちが最初からリフィートできるようにしておくって形での貢献というのもできることになります。なのでそういう話、この声とかの声とかがあれば、あとでテクニカリティとしても、まあ、CO は OG が取って声を取っていたりとかして、ある程度そのテクニカリティとしても常にそこらの考慮要素というのは低くなるという形で、ね、伝えることができるかと思います。でも、まあ、声がなかったからといっても、例えば声を取らなかったからそれが悪いわけではなくて、例えば声のオファーがあったのかってことも重要になります。例えば OG がなんか CO がリフィートしてるのになんか OG がちょっとムスッとして座ってるだけだったら、それは CO も取りようがないのでポイをっていう形で OG がオファーしてるのかってこととかが重要になります。あるいはその CO と CO とまあ縦って見れるんですが、ロングダイアグラムその対角線上になくても同じサイドだったら、例えば O と CO を比べるっていう時であったとしても、例えばそのOG が本当何言ってるか分からない、なんかその面白い話をしてないチームだった時とかに、 O もリフィートするものがないと、 OG から OG が言ってるけどもリフィートすることがないから困るなって時に、 CG からすごいなんかいい議論がたくさん出てきてて、
で CEO がなんか美味しそうにそれにエンゲージしてるとっていう時に、なった時に、そこの点では例えば CEO のエンゲージメントっていうのが確かに多いよりは優れてるんですけど、一概にエンゲージメントって点で CEO を評価するっていうところとかはしにくいっていうことがあって、その時に例えば CG がここから声を取っていて技術的基盤持ってるかって話であったりとかってことにつながってきたり、あるいは O がというよりそのアーギュメントとしてその壊れにくいものを作ってるかとかに関わってくるので、っていう点で一概にそのエンゲージメントが良かったからといって、それがどこに起因してるのか、O ができるだけのことをやったのかとかの評価につながってくると思うので、そこが重要になってきます。はい、なのでなんかポイをどれがあったかっていうのはやっぱり重要になってくるので、フローを取るときとかもその相手がポイをどれが立ってるかっていうのはある程度フローに取っておくと役立つと思います。なんかよくその立ちとかであるのはフローとかがあってなんか PM とかあってこうフローを取ってるときとかにレギュラーのところにオープニングがオープニングがこのままステージで入って、クロージングがこのクロージングがどれくらいだったかっていうのをここに書いていってっていう形をする人もいます。ここでなんか CEO からこういう声があって、これに OG がどうリビューしたみたいなっていう感じで、そのなんか誰がどれくらい声のオファーがあってって話だったり、じゃあそのどこからその声の話があってどういう話をしてるのかってこともこれ何を言ってるかってことも重要になってくるので、これなんか言ってるやんっていうふうに聞くだけじゃなくて、こう言ったこともあるフローにとって一緒に反映できるようにはしておいてください。でそのテクニカル的な話なんですけど、ロールフリフメンと同じようにそれ自体が結構どうチームとしての貢献を下げているかっていう話にもつなげた上で話してみてください。その COOG が例えばCEO がその OG から声を取っていない以上、CEO の議論というのも反論できる機会というのはあまり設けられていないという点を見ると、OG の議論というのがある程度こっちから反論される機会というのが多かったということを考えると、そのまた私の深さとして、またとかリフィットとかのラウンドの中での重要性として、ある程度、まあ、OG の方をある程度取られたりしてもいいよねって話だったりという点で、そのテクニカリティとかも、テクニカリティを CEO が OG から声を取らなかったら CEO は負けだということじゃなくて、声を取らなかったことと他の人のマスターとして、じゃあ OG の議論というのはそもそもどれくらい立ってたんだろうって、そもそもなんか立ってない議論だったのかもしれないし、OG の議論もっていうことを全部を総合的に比べるってことになるので、テクニカリティだからそこが負けではなくて、テクニカリティも他の人と比べた上である程度重要な要素として見てください。テクニカリティについて何か質問ありますか？主に O と C を比べるときってことなんですけど、例えばその CG から OG への、あ、CO から OG へのディフィテーションを声でこう言って、それを O が拾って伸ばして、そのあたかも自分たちがやったみたいに言ったときにすごく困ってどうしようって、そのエンゲージをどっちに入れようっていうのはやっぱりケースバイケースでどこまでいってるかっていうことを見るってことですよね。だからそこはすごい難しいなって思います。あれだと、この CO から声に話を全部O が取っちゃったって話だよね、はい、それなんかそれはなんかどれくらい取るかによってそれは一定で違って、それはポイでまず何を取ってたのかっていうことと、その O がそれを深めるって言ってもそれをどれくらい深めてたのかによる、なんかそれはなんかなんだろうな、仕様がまあ仕様がシステムがなしなんだっていう話をしていたとして、でなんか O がなんかレアラショナルって言っただけだったらそれは別に CEO の貢献なんですけど、ラショナルって言って例えばこんな風にラショナルであったりとか、こういう理由でラショナルであったりとか、こういう例でラショナルだったよねっていう意味である程度深められてみたら、このラショナルって一言よりはこっちの方が良くなる、こっちが結構説明していたらそれはこっちの業務であることになります。じゃあちょっと関係なくなっちゃうんですけど、その時にこう自分たちが先に行った絶対出るはずのリフィートがあるじゃないですか、そのことを自分たちが言った あたかも言ってことを示すためにわざわざ声立って王子が喋ってる時にわざわざ言ったりすると逆にそうやって取られる可能性があるからあんま良くないですよね。
別にそれはだってそれディベーターの話だよね、はい、ディベーちょっとディベーターの話をするとやっぱそれはそれは別にポイでよいお前がこうは言うんだから特に変わんないまあポイントアウトしてよねっていう形はできるかもしれない。でなんか親なんかなんかラシャンなんかケイコピリティがあるよねっていうふうに言ってラシナル話をしてて、なんか仕様がキーポビリティがあるよって言って、うちがポイで言ったようにって言って、若干示すことはできるけれども、でも内容として大型で深めるかっていうのが変わってくるので、まあ、ディベーターだったらそれは取られることを覚悟して考えてください、他の話をっていうことになります。はい、これ、ね、あ、どうぞ。フリガリティちょっと関係ないんですけど、なんかポイで言った内容とそのスピーチの中で言った内容って同等に評価していいのかなっていうことで、例えばなんか王子がすごい二人のスピードとしてジェネリックな話をしてて、王子がなんか二人のスピードとしてすごいジェネリックで、CEO がなんかユニークスタイルだって指摘をして、でポイで王子が立ってユニークネスを狙うのを喋ったときに、それってポイだからって言ってなんか評価を下げるっていうか、なんかポイだからそんなに重要じゃないよねっていう風潮があると思うんですけど、それって同等に評価していいのかな。ごめん、王子がジェネリックな話で、はい、CEO の例えばリップとかが王子に対してジェネリックだったからうんぬんうんぬんっていうリバッテルをして、で王子が CEO にこう言ってたって、まあユニークネスはこれですよねっていうふうに、まあ、言ったとするときに、そのポイント内容だからって言って、なんかそのスピーなんかあんまり評価を下げていいのかっていうふうに思うんですけど、あーけどそれはスピーチで、はい、まあ、言ってなんか言うべきだからスピーチで本来で言うべきだかってことと、あとそのユニークネスだって言っても、でなんでなんでそんな大事なユニークネスなのかであったりとか、どれくらいユニークなのかって話がやっぱ恋だと15秒なので伝えるものは伝えきれてないと思うので、それよりは多分議論とかで資料とかノットユニークって話をある程度どれくらい掴めてたかっていう話、いつもリフィットでなんかノットユニークって一言だけ言ってどういうユニークじゃないのかって話をしてなかったら、まあそれは恋と同等ぐらいだと思うんですけど、それはポイの多分時間制限って意味である程度内容の深さにも限界があるので、そんなにそういう意味で多分コールが下がることはあるかと思います。はい、何かありますか。はい、今から何分ぐらい話してますか。あ、します。あ、じゃあ大丈夫です。大丈夫ですか皆さん。あとはじゃあ今ご紹介になったナイピングの話をちょっとしたいと思います。ナイピングっていうのが、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、でオープニングとクロージングっていうのが、まあ、連立与党とか連立野党の関係にあるっていうのを聞いたことがあると思うんですけど、オープニングとクロージングっていうのは、まあ、連立を結んでるので、その、まあ、一応まあ友達なわけなので悪く言うのはダメ。例えばなんか OG Truth Explained だったりということは、あまり悪く言ってはいけません。OG was generic っていうのも、ある程度下げてるし、あまり悪く言うのはよくありません。ですが、このナイフィングっていうのを考慮するときも、どれくらいベンチの選択性を下げたのかっていうことまで言って、下げてください。なんかナイフィングしたから、君たちクロージングはない。じゃなくて、例えば、なんだろう、まあ、ラッシュな話でした。OG が、イラショナルだって思いついた議論を取ってるときに CG が Yes, they are rational って言ってアーギュメントしてると、なんかそれは全体のアーギュメントが崩れてしまう。でなんか CG が見せ方として Even if they are rational って言い方であったり、 Another scenario として They are rational であったりってしたら、それナイキングを避ける形で Explain することができるんですけど、それを CG が No, they are definitely rational みたいな感じで They can't be rational みたいな、ヤシャなんてありえないみたいな感じで言ったら、それはそのお家のイラシャのついた14分のアルメントを下げてることになって、ベンチの説得を下げてるので、それはある程度このもちろんサポートするはずの議論の説得性を下げてるので、ある程度それはある程度のコール対象にはなります。ですが、例えばなんか DPM のリピートの1個と、なんか小さなリピートとなんか
MD の自体のフィルトが若干コントラストと指摘されても、コントラストだからといって、そのリフィルトの正当性が下がったからといって、他の議論として、そんなにガバベンチの特性がそんなに下がってないことであれば、それはそんなにコールしなくても。コールしても、そんな他のイシューと比べて、重要な資源になり得ないっていう形で、そのコントラとかナイフィングっていうのがどれくらいシグニフィカントなナイフィングなのか、どれくらいなんか深くブスッていってるのか、なんかちょっと切っちゃったのかっていうぐらいの、なんかナイフィングもどれくらいのナイフィングなのかってことによって、その変わりうるので、そこもまあ、総合的に感じなんですけど、見てください。はい、何かナイフィングとか。ナイフィングっていいか迷ったのが、リップの人がオープニングは理由が1個でした。クロージングは理由が3つ出してます、そのアーギュメントに。だから論理的には正しいし、それ事実なんだけど、ナイフィングの意思なんじゃないかなと思って、でもなんか相当いけないなみたいな。あ、王子は理由が1個あったわけでしょ。はい。いやでもそれに対してクロージングが3つ言ってますからみたいな言い方って、それってどうなのかなって。それは多分ジャッジがどれくらいセンシティブかっていうことで、多分ジャッジさんによる、多分ジャッジのなんか、それはジャッジが、まあ、ジャッジの見方って一応じゃないから、ジャッジさんの取り方によって違ってくると思うんですけど、個人的な話をすると、They have a bad reasoning って話が若干そのなんか悪くは言ってるんですけど、それがアルメントが悪い話はしてない。 OG has one reason, we have three reasons って話は、まあ、若干は悪く聞こえるんですけど、若干そのなんかしかめっ面したくなる話なんですけど、でもそれがシードを下げるぐらいの値するかっていうと、それはどうなんだろうっていうのはあります。なんか、なので、個人的には1個理由があったじゃんって感じになるんですけど、なんかそれは人によるだと思うので、それは言い方であったり取り方であったりということにちょっと関わってくるかなと思います。デフィニッションチャレンジの時に、OG が作って OG のデフィニッションチャレンジの時が存在するとなるほど。で、CG がそれに乗っかる場合も、イードについて示さないとライフィングになりますか。要は OG が口だったので認めることになると思うので、O のディフィニッションってさまざまになると。ああ、つまりその OG があまりにもありえないディフィニッションをして、はい、DP もなんかそれに固執してると、はい、それはなんかその別にそれは、ミキさんがそのディフィニッションチャレンジを、それは多分逆として、ディフィニッションチャレンジをどう取るかっていう話にも関わって、今、ディフィニッションチャレンジが正当だったら話があるんですけど、ディフィニッションチャレンジが正当だったら、じゃあ違うんだったら、正当の中でいろいろ議論してるわけなので、それは CC もなんかオープニング話にずっと引きずられないといけないっていうのは、あまりにもかわいそうなので、それは大がチャレンジで、まあ、正当だなって思ったんだったら、それはそういうふうな議論として、CC と、あ、普通にそれを言うことで、全然。チーム議論を取ってもいいと思います。はい、わかりました。はい、質問ありますか。あ、じゃあ、完全にそのナイフィングとか話してないんですけど、うん、貢献度の基準としてさっき4つ挙げてたんですけど、で同じくらいそれぞれ貢献度として取れって言ってたと思うんですけど。今その4ついろいろ基準を見たと思うんですけど、例えばその OG と CO とか比べるときに、また面では確かにこの議論っていう全体でおっしゃる議論っていうところがその CO の方が良かったんだけども、ある程度そのパッケージとしてどこに、パッケージとかそのロールとしてそれが議論のどこに位置してるのか分かりにくかったり、テクニカル技術として OG からの声を取っていない、OG はかなりオファーしたのにっていうところの、そういうの基準によってどれくらいそれがやばいのかっていうところを比べることになると思います。そのマターが、使用の方が良かったと言っても、別に OG もある程度申し出れば、ああ、いい話をしたから、別にその OG はそのマターで下げるようにはならないよね。その差はそんなにない、そんなに大きくはないよねって話になると、じゃあ、まあ、使用の、クリーン ID とか、ロールとかって面であまり議論の重要性を示していけなかった仕様ってところと比べると、まあ、おうちの上なんだなっていう形で、いろんな基準で評価した中で、その基準による評価
を3人総合的に見て、じゃどれくらいのそれぞれの人材の差ってのがどれくらいあるのかっていうのを調べるってことになると思います。実際にアップだったんですけど、その、セックスエデュケーションのためにプロノグラフィーをプロポルノにガバメントサブシライズするっていうのがあって、エリアだったんですよ。でそれでオープニングが恋で大からそのポルノグラフィーはじゃあガバメントはリーガルにするんですよね、リーガルなんですか、リーガルなんですかっていう恋が来て、 OG がいや別にアフターでもポルノグラフィーはイリーガルって認めちゃったんですよ、認めちゃったイリーガルに認めちゃって、でそうするとなんか7G はそういうケースは考えてなくて、でもなんかそのポルノグラフィーがイリーガルっていうふうに認めたまま、ガバメントメンチとして進めると、結局その王もすごいそれを認めたじゃないかっていうふうにすごい DPM とか王がついてて、そういう場合って結構 CG がそこに演芸するの大変だし、CG としての、CG として考えてた、そのまあエクスペクテッドのものが出せなくなっちゃうじゃないですか。そういう時って CG はそのナイティングしたいけどできないみたいな感じになったらどうするんですか？ CG はどう立ち振る舞って、それをどう強化すればいいですか？多分それはディベーターがどう立ち回るのかって話に多分近いと思うんですけど、そういう場合でもナイティングはしちゃいけない、 CG がどうストレッチするとかによって、それは CG がこのデフィニッション守ってやるって言ってけどなんか失敗しちゃったことだったらかわいそうだけど、それは言ってないわけだから何もそれは評価できないジャッジとしてはことになる。そのジャッジのレクチャーとしては、ジャッジがそれはかわいそうなんだけども、それはだけど何を言ったのって話になるから、そこにスティックしようとして、その話で何も新しいこと全然言ってなかったら、それそこは評価できない。ディベーターとかだったら、ディベーターとかだったら、例えば王に、じゃあリーガルだったら君ちゃんの申し残りしないのっていうふうに聞いて、多分スタンスをクラリファイした中で、それはなんか、その中で多分 When it's legal って話で、なんかエクステンションとして何でサブセットしていいのかっていう話は残ると思う。イリーガルであるとイリーガルだと、まあ、サブセットするっていうのは禁止風であったり、そういう話が 残ったりって話はあると思うので、そういう話でユニークな話をやったよねって形で、まあ、ディフェンシャーはよくわかんないけどユニークな話は残したって形で逃げ切るのが一番だと思います。けどジャッジとしてはその中で CG がどう出てしまうのかってことを評価してくれると思います。それは結構王子のピナライズと最初になる、そのラウンドコナスという意味で、多分ラウンドコナスというか、なんかそもそもリーガルだったらジャナスというベネフィットが勝つのかわからないし、何その苦しみが勝つかわからないしってことになると思うので、他の議論の国際が全然下がるし、僕もそれがついてるんだから答えていないわけだから、それは王子を下げざるを得ないことになると思います。はい、はい、何かありますか？じゃあ今までがインディビジュアルにどうやるのかっていう話だったんですけども、これまでがまあ個人個人でどう総合的に見るっていうのがどういう意味なのかっていう話を見たんですけど、で次にディスカッションに移りたいと思います。つまり BP ノービスとか大変な BP のラウンドでは3人ジャッジがいます。チェアーとパネルが2人と思うんですけど、その上にディスカッションをどう回していくのか。でまずタイムテーブルのディスカッションがまあどうするのっていう話をまず見ておくと、最初の5分で個人で考える、今言ったようなそのコンパラティブを見てっていう話を見る。でその5分経ったら、5分ぐらい経ったら、まあ、違う人がそろそろいいんですかねみたいな感じでディスカッションを始めて、順位を共有して、じゃ違うのここだねって言って、じゃあ ここはどう見たんだって感じでディスカッションをしていく。で15分から20分の間で15分ぐらいまでに決めてもらって順位を、じゃあそのあと5分でじゃあスコアをどうしようかって話を、まあ、スコア何点みたいなのを共有してもらって、それと一の中でまあ何点ぐらいですねこの人がっていうのをディスカッションして、20分ぐらい経ったらディベートを部屋の中に決めて、どうもチェアの年ですリズムと言いたいボードを言いたいと回していって、オーラルのフィードバックをするっていう形になると思います。で多分 DP ノースとかでは多分時間とかの関係上、多分コンサクティブなフィードバックは多分 OR でしてもらうことになる
かもしれないので、その時はそのラウンドとして、その中でどういうふうにラウンドを見て、なんでコンディションになったのか話だけをしてもらって、エバレートしてもらって、ディベーターから。それで、まあ、進んでもらうという形になると思います。で、このタイムテーブルの中で注意してほしいのは、そのディスカッションの時に順位を共有すると思うんですけど、最初に。その時に必ずしも全ての順位を確定してる必要はない。例えば、なんだろう、僕はこの、なんか、1、2、なんか、OG1、OO2、CG3、CO4 だと思うんですけど、ここは、まあ、どっちでもいいですってことであったりとか、もしくは、その、オープニングのこれ1位、2位が分からなくて、でなんか3位、4位は CG、CO だと思いますって形で言ってください。さすがに、その、4つどれでもいいですって言われたら、なんか、じゃあ、ちょっと違いも切れると思うので、その、走行までは、さすがに決めてほしいんですけど、その、全部決めた上で、その、全部ちょっと、どこもインターチェンジだと思いますって感じ。どこも変わりると思いますって話は全然あると思うんですけど、さすがに4つとも決められないっていうのは言われていただきたいので、ある程度迷っている時とか、苦労する時とかは、その旨を違いの人に伝えてください。もしくは違いがパネルにいる時は、違いがその旨を言ってください。で、共有してディスカッションするんですけど、ディスカッションをどうするかって話はこれからするんですけど、ディスカッションでどうしても妥協できない。どうしても、その、お互いの説明に納得いかなかったり、お互い理解し合えない、どうしてもこれは分からん、どうしてもこれは妥協できないときは、どうしてもダメなときは、ボートにしてください。どうしてもダメなときはボートにしてください。大丈夫だから2回言いますけど、なんか、その、ラストリゾートとして、ボートです。つまり、どうしてもこれだけはもう、これはもう、まだ理解できんっていう話だったときは、ボートをして、ディシジョンを。なんでどうしてもなのかっていうと、まず1に、それはまあ、ディスカッションとして、まあ、いいディスカッションではない。そのなんか、どうしてもそのなんか、理解できないってことは、それはなんか、相対的になんか全部の練習とかを、後で全員を説得できるぐらいの、なってないってことと、そういう意味でまあ、ディベーターがまあ、納得しづらいっていうところとかも多分あると思うので、なるべくコンセッションして、どうコンセッションするかって話はこれをするんですけど、で、冒頭は、なるべく避けてください。ですが、まあ、どうしても最終手段としてボードというのがありますってことです。で、ボードの時に、まあ、チェアがマジョリティだったら、まあ、チェアがそのまま説明して、チェアがマイノリティだったら、あどうもチェアは何々です、チェアだったんですけど、ボードになったマイナーだったので、何々説明してくれますっていう感じの、まずい感じになると思うんですけど、そんな感じでお願いします。あんまりないと思います。タイムテーブルに関して何か質問ありますか？どうするのか。次、ディスカッションをどう進めるのかっていう話に移りたいと思います。その5分から15分のディスカッションというところの、どういうふうにディスカッションするのかっていう話なんですけど、まあ、チェアがどういう人なのかというと、ファシリテーターとして進めてください。そのチェアが絶対ではなくて、チェアが議論を仕切る感じになります。俺チェアだから、ちょっと君の意見はないんだってことじゃなくて、チェアだから、ちょっと整理するねって感じで、整理するっていう感じで、ね、続けて捉えてください。つまりそのパネルから順位とか最初にラウンドが終わったら、じゃあパネルの君順位と順位をちょっと言ってみてって言って、順位を言ってもらって、まあ、もう一人も聞いて自分の順位を言って、じゃあ議論しないといけないのはここだねっていう感じで、議論しないといけない部分を明確化した上で、じゃあディスカッションしてみようかっていう感じでディスカッション。なので最初にその共有する時点でリーズナブルディシジョンを全部言ってもらう必要はなくて、そのパネルから1、2、3、4、ここでなんかもうそれは分かっているって話もあると思うので、共有した上でどこをディスカッションしないといけないのかっていうことをフォーカスしてください。じゃあ具体的にどういうふうに進めていくのかっていう話なんですけど、そのエグザンプルが次に載っていると思うんですけど、まあ、全員同じ意味だったらもうハッピーな時、全員もう一致したもん。そうだよね。だよね。もう OG1 で、もう CO4 よね。もう全部もう一致したもん。ハッピータイムの時は、まあ、すぐ行きたいと思うんですけど、まず D's に関して共有してください。その、
順位は一緒でもリーズンが違ったり、ある程度そのなんかチーム間の差が違うことはあるので、じゃあなんでここはこうしたの、まあそうだよね、うんうん、ここはどうして取ったのみたいな感じでリーズンに関しては共有してください。でそのリーズンに関してちょっと議論した上で、じゃあそのスコアに行こうかって感じでパパッと取れると思います。でちょっとずつ違う順位の時とかに、例えばなんだろう、まあ、分かりやすいのは、その、この1、その1、2、3、4と2、3、4になってるときに、じゃあ、ここは確定だねっていうときに、じゃあ何でここ確定なのってリーズンをまあ聞いて、軽く、なんかここは関数だよねって話を確定させた上で、じゃあ、ここを議論しようかっていう感じで、議論していくことになると思います。なので、どこを議論すべきかってことをクラリファイした上で、議論すべきところに時間を割くっていう形に。してください。で、一緒で違う順位はちょっと気まずい時なんですけど、例えば、まあ、1、2、3、4だったのに、まあ、一人、まあ、チェアがちょっとこうだった、一人がこうだったときに気をつけてほしいのは、マジョリティの意見をくっつけないでほしいっていうことで、この前、この見方が正しいことも全然あるので、ラウンドの中で。もしかしたら、指示の方が多いのかってこともあると思うので、意見を押し付けないように、じゃあなんでそう、ここ違うんだろうって感じで、理由を聞いて、議論することっていうのを、もっと積極的にしてみてください。はい。そうだね。で、まあ、他のその、ちょっとずつ違うときっていうのは、例えば1、2、3、4、1、3、2、4、1、2、3っていうときには、時もあると思うんですけど、まあ、まあ、1を確定ではないってことを確認したわけで、まあ、GGC を、まあ、殴りしているよねっていうことになると思うので、その7分の対角線が一番比べにくい、そのリフィットしてる機会とかってことになると思うので、じゃあそのここがちょっと違うから、その O と C をどっちが上なのか議論してみようってことで、 O と C に関して議論を取ってみたら、あ、じゃあいいっすよって感じで、まあ変わったってすると、じゃあ O と C のこの評価だねって感じでになると思うので、そういう議論をして、コンセンサスを取っていくっていう形で、そのどこがコンセンサスを取れてるのかっていうのを、まあ、順位だけじゃなくて、どっちの方が上なのかってことに関しても、コンセンサスがどれくらい取れてるかってことを確認した上で、どこを議論するのがやりやすいのかってことを、チェアの裁量でそれを見極めて、ここを議論してみようって形にしてみてください。で、まあ、最悪のケースが、まあ、全員順位が異なると。1、2、3、4はもうどこも一致しないと。これはちょっとやばいぞっていう苦笑が漏れる時間の時には、激しく異なる時に1、2、3も逆みたいなことがもう時々あるんですけど、その時はおそらく個々のチームのアーギュメントに関する理解とかが食い違ってる時であったことが多いです。まあ、全部ではないんですけど、これはかなり多いです。つまりその仕様のエクステンションがわからないであったりとか、王子のコンテクストがよくわからないであったりとか、その CG のエクステンションの評価が王子と一緒じゃねって話であったりとか、いやでも CG のエクステンションは結構こういう点がビューでこういう点を金を持っているとしているところであったりっていう意味で、その比較的の問題じゃなくて、各チームのコントリビューションの評価が違うってことが結構多いので、その各チームに関してじゃあこれ言ってたよねって話で、そんなこと言ってたんですかってこともあると思うので、そういう形で各チームの評価をまず取った上で、じゃあそれに関してのコンセンサスを取ろうっていうことになると思うので、まず議論を整理する。で、議論を整理した時に、あ、じゃあちょっと変えてみますって時もあると思うので、ちょっともうちょっと考えたいって時もあるので、じゃあもうちょっと考えてみようかって感じで1分2分取ってみて、そうするとまあ若干まあマシになるってことがあると思うので、マシになった段階でさっきやったように、じゃあこれとこれどこを比較しようか、順位が異なるときは、順位が異なるって言っても、めちゃくちゃに異なるときは、各チームの評価っていうのを
してみるといいことがあると思います。はい、じゃあこのディスカッションどう進めるかに関してない質問とかあれば。ジャッジメバリエーションの話っていつ、今、一応最後に。最後に。書いてはないんだけども、ちょっと、そこみたいな感じ。その時にしてほしいです。何か質問ありますか？どう進めるとか。じゃあ、注意点、その今どう進めるかって話をしたと思うので、その、じゃあ、それを、何を注意した上で、どうこうディスカッション回したいのかってことは、まず、まあ、唯一なのは、パネルとチェアは、まあ、平等ですと。なんか、冒頭持ってるんで、同じだけ。チェアも、損害しまくったら、まあ、みんな、いいこと言いません。前にある人は、パネルはなんか嫌な感じを持つし、空気も悪いし、リーズンポリシーも変な感じになるし、ってことなので、みんなその平等って意味で平等なディスカッションがあるってことを注意してください。なので一つ目に思ったことを言ってください。なんかパネルでなんかこう思うんだけどな、まあいいやっていうふうに思っちゃうんじゃなくて、ちょっとこれこうなんじゃないですかって思ったことは、その人、まあその OG と CG の話をしてるのに CG の話をされたらさすがにちょっと困るんですけど、今議論するようなことに関して何か思うことがあればこうなんじゃないですかっていうのは言った方がみんなのためになります。それは言った方がクオリティも上がるし、言わなかったらチェアがやばいですときもこのパネルがやる気ないのかなってことになると思うので、思うことがあったら言ってください。2つ目に他のジャッジの話は聞いてメモしてください。他のジャッジが何か言ったことが分かってないと、その何をディスカッションしてるのか分からないし、お互いどこのポジションを立ってるのか分からないし、どういう立場で議論してるのか分からないので、他のジャッジが言ったことを聞いてメモして、じゃあここどこが議論になってるのかっていうのを整理して、相手の意見に対するリスペクトをある程度持ってください。で次に妥協できるところは、まあ、妥協してください。その例えばチェアだから、俺はその妥協は絶対できないみたいな、チェアって部署だよ、面目が保てないとかいうことはないので、なんか妥協しない方がなんかよっぽど悪い時間なので、その妥協、あ、そういうこともあるんだねって感じで、まあ、ある程度説得されて、まあ、そっちでも大丈夫かな、そっち、確かにそっちの自信の方がバイクかなと思ったら変えることは全然 OK なので、妥協もできるところは妥協してください。で特にチェアはパネルに気を使ってください。そのパネルの人がチェアはそういうつもりはなくても、ちょっとこのチェアさん偉い人だからとか、ね、このチェアさんチェアだからな、ちょっと逆らえないなとか、なんかやっぱりエバレルされるからなとかいうことを思うことがあるので、チェアの方から積極的にパネルに関してパネルにそのフレンドリーグッてのを気をつけてください。つまりまずディスカッションはまずパネルからチームに行ってもらう。何かというとそのチェアから言うとなんかちょっとやばいのかなるので言ってください。であとパネルの意見とかで理解できるところは理解をしますけど、その理解できないところとかもあると思うんですけど、あ、ここはこういうところは分かった、じゃあなんでここはこうなんですかっていうふうな感じで来ると思います。なんつうの、何そのとかじゃなくて、こう思いますって言われたら、あ、ここはこういうところは分かったけども、じゃあ、ここはこうなのって形で、どこまで分かって、どこまで分かってないのかってことをチェアから示してあげることで、ここはこう議論になってるんだなってことが分かると思うので、チェアから結構積極的にファシリテートするっていうのは、積極的にパネルから意見を出すんですけど、今までディスカッションのこと大丈夫ですか、質問とか。ちょっとここにはちょっと書いてないんですけど、そのディスカッションを経た後にどうディベーターに伝えるかっていうところに関してちょっと抜けてたので、ちょっと補足したいと思います。つまりこれはその弱視感でどうディスカッションするかだったんですけど、そのディスカッションした内容をどうディベーターに伝えるのかっていうところ、オーラルシュケーションのところに関して若干言いたいと思います。2つちょっと言うことがあって、1つ目にそのディベーターにディシジョンリズムポジションを伝えるときに、まず差がどこだったか言う前に何を評価してあげたのかっていうことをまず言ってあげてください。例えば何か CG と CO の評価は差はウィップですって言ったら、何かお前他の一緒どうしたんだよってなるから、まず何か CO はこういうこと言ってくれてて、まあ、CG のエクステンションもこういうこと言ってくれてて、まあ、どっちもある程度他にリーズもあって議論っていうのは結構変わっていたかなと思います。でその差をつけると、変な差をつけるのは迷ったんだけども、差をつけるとしたらここでっていう感じで
言ってくれた方がディベーターもあこれは評価してくれてるんだなってことは全然わかると思うので、まあ、差を言う前にその差の前提であるものが何なのかっていうことをクラリファイした上で差に入ってください。で、その差の伝え方をするときとかにも差を伝えるとき、次に差をどう伝えるかというときに気をつけてほしいのは、その勝敗を出すことと勝敗を伝えることっていうのはちょっと違って、その勝敗を出すっていうのは、なんかこういうそのなんかファクトがあって、なんかそのつまりディベートが何を言ったのかっていうことが、まずなんかフローとしてファクトがあって、そのフローを持ってみたいな、そのフローを分析する、そのフローがこういうことを言ってたけども、これをまあ分析したら、まあ1周はまあ1周は2個1個2個3個あってっていう、なんかこれを分析した上で、あじゃあパッパはOGの方が覚えるんだなっていう感じになると思うので、思うんですけど、ディベーターに伝えるのはそのこういう結果になりましたで、見た点はこう で、それがどういう意味で、どういう意味でこの石を応じなかったかって思うと、こういうふうに言ったよね、君たちはっていう感じになるので、なんでこれをその意識するといいのかっていうと、時々その王子と王子の方が多いようになった理由は、これを言ってくれて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 、これはこれを取って、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 あれ王子ですっていうなる時があるので、まず何をまずどの一周で見て、この大まかに言うと、まあ、そのこのなんかプログラムのところを OG が取って、その AP の部分っていうのを、まあ、結構これは他のランドにも使うと思うんですけど、その AP のところを OG と O が対応と思ったので、まあ、プログラムってみて、またの点で OG が O だと思いました。で、それはどういうことかっていうとっていうふうにすると分かりやすいと思うので、その最初にどういうその違う意識っていうのは大事だと思います。で、これはディスカッションのことでも同じであって、ディスカッションとかも例えばその一つだけでもさっきもあった違うな、さっきのこれとかもそのディスカッションではここがどれくらい、これがここがどっちの方が上でっていう話をして、例えばこれが3になった上 でこれどうするかっていうと、ディスカッションしたら、まあ、CG の方が上かなってなって、こうなってくるじゃないですか。そうするとディスカッションとしては1確定して、ここが差をついて、ここの差をつけて、こっちの差をつけて思うんですけど、でもなんか地べたに伝えるときは、その1位からどういう差がついていったのかっていうことを知りたいと、まあ、コンクルージョンから言うと、の OG が1位で、CG が2位で、O が3で、CG が4位でって感じになるので、で、なんで O が上だったかっていうとって感じになるので、まず OG が1位で確定してっていうふうに伝えるんじゃなくて、 OG と CG の差はこうですっていう形でアナリストの部分を言ってあげると伝わりやすい。でなんかディスカッションであったこと全てをディベーターに伝えるんじゃなくて、ディスカッションを通じて、つまりこことこの差はこうなってっていう形で、そのコンクリートができたっていうことを伝えてください。ディスカッションの内容と必ずしもディスカッションのプロセスと、そのリーズンポジションというプロセスっていうのは必ずしも一致しないっていうことを意識するといいと思います。で、3つ目にまあ簡単な、あれなんですか、その簡単なことなんですけど、その言わなくてもいいんだけど、その、まあ、2チームを比べてるよっていうことを、まあ、意識させてください。つまりそのこれは多分なんかインディビジュアルに出すときと同じだと思うんですけど、例えばその例えば OG と CO を比べ、 OG と O を比べて OG の方が上だと思いました。なんでかっていうと、 O が CG に切られてるからですっていうのは、なんかそれは OG と O を比較してないっていうことっていうふうにディベートに取られるので、
そもそも王の議論でどこに欠陥があったのかって話とかであれば、それは王子と王の議論になっているんですけども、CG から切られたから王がダメって見られると、それは王子のコントリビューションじゃないので切ってるのは。なので、その1位も評価するってことに、もっと主眼を置いて、まあ、自信を出すってのと、自信を説明するっていうことに、結構ディベーターっていうのは、なんとしませんのかなと思います。以上がこのディスカッションからオーラルアジュケーションっていうことに関してなんですけど、何かご質問あったりしますか？大丈夫ですか？はい、じゃあディスカッションも終わったので、スコアリングを最後にちょっと見て終わりたいと思います。スコアリング、まあ、スコアリングってまあその分かると思うんですけど、そのスピーカーのスピーカースコアをつけるっていうことです。でスコアリングってのは、まあ、結構なんかディスカッションが結構激しいから、つまりその1位2位がどこだとかなって、ボートが決まったってなったら嬉しくて、スコアこれぐらいだよねって適当にする人もいるんですけど、スコアってのはディシジョンと同じぐらい重要で、それはブレイクするかしないかってことはスピーカーポイントで変わってくるので、それはそのスピーカーポイントをはボートと同じディシジョンと同じぐらい気をつけてつけてください。でスコアリングっていうのはあくまでもその個人の点数です。つまりその MG がすごい良かったからといって別にガバイップが高くなるわけではない。それガバイップが何をしたかってことがガバイップの評価であって、 MG がやったことはガバイップの評価にならないので、それは個人として2人いたらどれくらいの順位を取れるかってとか、この人がどれくらいやったのかっていうその個人を評価してください。で注意点としてそのローインタイミングがない、これはどういうことかっていうと、スピーカースコアをの合計は必ず勝った方が高いっていうことです。つまり今その OG が70-78でなんか O が70-79だったら、これはタイリーの合計が同じなのに OG の方が上とかだと、それがスピーカースコアが同じなのに勝ってるということでタイリーなので、これはなやめてください。あるいはそのスピーカースコアの合計が O の方が高いのに OG の方が上っていうのも、これはローイン、スピーカースコアがローなのに勝ってるローインなので、これもやめてください。実際にその勝った方がその上になるようにしてください、まあ、その個人を正確に評価すればそうなると思うので、それ議論の説得性が低いだったりとか演技しきれてないっていうので、それは正確に評価したらそうなると思うので、それを意識してください。はい、この点で何か質問ありますか？スコアにつける時の注意点とか大丈夫ですか？じゃあさ、ちょっとチップスで話すんですけど、まあ、そのスコアをつけるときにちょっと注意したら、まあ、役立つかなって思ったのは、まず一つ目にスピーチが終わるたびにスコアをつけておくと、まあ、あまり迷いません。なんか結構ディシジョンとかで終わった後に、あ、これから端に考えないとってなると、なんかごちゃごちゃしてあまり正確感がつけにくいので、その終わるたびにこの人はこれができたなってのは、大体例えば77から79だなとか、正確につけることは難しいかもしれないんですけど、どれくらいだなっていうのはある程度レンジを持ってやっていくと、あとで変わらないのかなと思います。二つ目にディスカッションの中でスコアリングのコンセプトを取るのは難しいと思うんですけど、そのいろいろ評価が違うと思う、8人もいるし取るのが多いので難しいと思うんですけど、最初に一番高い点を取った人と一番低い点を取った人を決めておくと楽です。それなんでかっていうと、上限と下限ができるからその中で議論すればいいので、なのでそのなんか最初に、まあ、ベストスピーカーはこの人よねぐらいのなんか1位取った CG の、まあ、みじさんかなみたいな感じで、一番低いのは、まあ、4位だった王さんの DLO さんが、エロさんの方がまだできてたよねって感じで、DLO さんかなみたいな感じとか、でなんかそのさ、一番上と一番下を決めておくと、決められないことだったら、それはその時に、おのおの決めてほしいんですけど、決められたら結構楽かなと思います。何か質問ありますか、この点。OK ですか。じゃあ軽く何点か見ると、まあ、60から67は、まあ、もう
これはもう英語じゃないだろう。これはまあ、3以上は取ることができない。どう頑張ってもちょっと問題がある。ラウンドの中でも、空気がなくて空気だと。ラウンドの中でも、君たちだっけみたいな。そういう感じの時に、まあ、つけてください。つけてはいけないわけではなくて、別になんか本当にひどかったら、ちょっとこれは、さすがにちょっとこれはつけざるを得ないなって時もあると思うんですけど、それはまあ、どうしても悪かったら、つけてくださいっていう感じです。次、まあ、プルアップ。まあ、これとして、まあ、3位か4位をうろうろするから、まあ、アッパー2には入りにくいかな、この人たちは BB のお店っていう感じです。例えば、またが連れて、アサーティブだって、ロジックがなかったりするであったりとか、その自分の話、なんかその自分の話もアサーティブだし、相手にも反応しようともしてないっていうところとかで、まあ、若干プアなのかな。それは色分けですし、まあ、そこのスピードがいいのは3位ぐらいかなっていうところ。つまり、まあ、実質的にリクルートをしてなかったり、まあ、リーズンが薄かったり、なんかそんなことあるのかなっていうリーズンだったり、なんか繰り返して、なんか、その、デュピティだったらリーダーを繰り返してるだけだなってあったりとか、実質的にリクルートしてない、例えばなんか、アルギメントをぶつけてるけど、リクルートにもなってない、そのアルギメントはっていうことであったりとか、ある程度、実質的に、そのなんか問題があるところが、ビューを上げてしまうのかなと思います。次はまあアベレージ、まあ、ブレイクするかしないかの分岐点かな。2、3、1年、2年が組んだところで、なんか運が良ければブレイクするかなっていうぐらいのところです。その最低限はやることはやってるけどっていう感じです。で次はまあアバーベレージ、まあ。まあブレイクはするかなっていうところです。でまあ、多少は外してるんですけど、まあ、長所はまあある程度ある。例えばなんかモーションに関連してるユニークなリーズンであったりとか、なんか鋭い反応、その相手の技能なんか、ここのなんかもっとユニークであったりとか、ここがコントラしてるであったりとかって、反応の鋭い反応だったりとかっていうことで、そのアベレージのその最低にこなしてるレベルから、ある程度プラスに長所があるので、ね、だからプラスの長所があればあるほど、点数が伸びていくっていうイメージです。なので70から79、迷うことがあると思うんですけど、結構そこはな、どれくらいの長所があるかな。によってプラスしていってください。で次がグッド、まあブレイカー絶対するだろうっていう感じで、まあ、クオーカー展開で見てもおかしくないなっていうレベルです。でまあ全部まあしっかりこなしててターンもそんなにないよねっていう鼻もしづらい、まあ硬いアーグメント立ってるしっていう感じです。で最後はエクセレント、これはこれも全然つけてもらって構わないです。まあこれはまあ決勝でまあ見るだろうなこいつらはぐらい、まあ、それはなんかそのこのディベーターぐらいの実績残してるからじゃなくて、このスピーチがそのグラフで見れてもおかしくないだろうっていう感じ。なんかこの今のこのスピーチだったらしてたら絶対1位は取れるし、このスピーチをいつもしてたらトップ10にもないだろうっていう感じなので、このスピーチを今ずっとやってたらっていう基準なので、このスピーチの評価っていうことです。それを忘れずにしてくださいっていう感じで、結構レンジはあると思うんですけど、まあその基準とかはまたあの OS のジャッジテストとかサンプリビューとかまだ上げるので、そこでまあまた確認してもらったらいいと思うんですけど、まあ、ある程度このスピーカーがこのスピーチをしたらどうなるかっていうことを意識してするといいと思います。はい、スコーリングはこんな感じなんですが、何か質問ありますか。なんかそのこの大会で難易レベルっていうのがどうしても想像しづらくて、秋冬だったらなんとなく分かるんですけど、なんかその1年生と2年生組むとやっぱり強い1年生と組んだりする、まあ、あんまりその経験ない1年生と組んでるペアとかで結構なんか順位の予想しにくくてっていうのは、なんか、まあ、サンプルディベートがあると聞いたので、まあ、安心したんですけど、そこが結構個人的にはちゃんとラショナルに評価できるかが不安。なんか下の基準とかとずれてるかなと思って、若干なんかこれって書いてあることはキティとかと一緒ですよね多分。うーん、でもなんか下の基準よりも、うん、多分順位は高く出る気がしないでもなくて、その TP、うん、いやそれそのなんかアバーバブリッジとか見れば分かると思うんだけど、その平均的な1年2年と比べてどうかってことなので、それはその
ジャパニーズディベーターとしてっていうのがアムティの人とかであると思うんですけど、そうじゃなくて、その一定期的な1年として、まあ、1年、まあ、半年とか1年半とかやってれば、まあ、これよりのスピーチもなるかなっていう。ってことは、じゃあ結構点数跳ねる可能性もある？あ、全然ある。それはその スピーカーによる。それは点数が跳ねるかどうかっていうのは、それはスピーカーが良ければそれが跳ねることは全然あるし、まあ、その辺はまあ、じゃあ、サンプル数とかで、まあ、それでもあったらいいけれども、まあ、その意識としては、まあ、平均的な1年だったら、まあ、ブレイクはするかなってあったりとか、っていう基準で考えてもらったらいいかな。ありがとうございました。はい。はい、どうぞ。まあ、スピーキングはそこそこだったとして、でもなんか、すごいいいポイント、その、なんだろう、なんかオープンなのに苦労しようぐらい、すごい苦労したのがこうやって、おーってなったら、スピーカー勉強するじゃないですか。いいとしよう。そういうスピーカーが来たときに、1点ぐらいもちょっと持ってあげていいんですか？そのポイントも一応そのスピーカーに特化対象には入ってると思うんですけど、それも強化対象みたいな、そのポイでいいこと言って、なんかポイでなんか相手のなんか議論のコアをつついたりだったりとかっていうのは、それは例えばなんか OG が仕様に反応する機会だったり、それは唯一の機会であるので、そこでクルーシャーの話をして、仕様のあるんですから、さらにダメージを。例えばであれば、そのスピーカーのスコア、スコアすることはつける。そのラウンドの中でこのスピーカーが何をしたのかってことの評価なので、それは評価してもらって構わないです。最後に1つだけ伺いたいんですけど、その1年 BP のミスにおいて1年生と2年生は同じ基準を使う。同じです。それでそうなるとこのスピーカーが2人いたとしたらっていうのは、1年生が2人、その1年生が1年生1年生で出て BP のミスに勝てるかって。そう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 。あ、はい、分かりました。ということは、あ、分かりました。大丈夫です。はい、他に質問ありますかね？大丈夫ですか？まあ、なのでちょっと長々やってきましたけども、まあ、まとめると、まあ、総合的にみんな見てください。スピーカーも順位も全部、まあ絶対はないので、他のディベーターと比べてどうなのかということを見て、ディシジョンもディスカッションもスコアリングもやってくださいということです。はい。